はい、こんにちは、伊藤元治です。この動画では人生もビジネスもうまくいく日本古来の知恵と題してシリーズでお伝えしています。で、今日お伝えする内容は、前回までと同じ人間関係がうまくいく、その人間関係の潤滑油の知恵をですね、お伝えしていきたいと思います。で、今日からですね、ちょっとレベルアップするような、しかも即効性が、あるような内容になっていきます。で、前回までは顔の親切であったり言葉の親切であったりとかですね、お伝えさせていただいたんですが、今日お伝えすることは親切という親切です。これも漢字で書けるんですけれども、身体の身、体の身体の身ですね、に施すと書いて神聖と読むんですけど、もうこの漢字を見たらわかるかと思うんですけれども、まさに体で行う親切です。いわゆる行動ですね。行動によって親切を人にやってあげましょうということなんですね。で、これいろんな親切があると思うんですので、できるところでいいと思うんですよね。例えば困ってる人があったらちょっと手助けしてあげるっていうだけでも、これ親切ですね。日本、古来というかさ、昔の人の、知恵の一つとして、分かち合いであったりお裾分けっていう、その、周りの人に自分が余ってるものを分け与える、自分一人で消化できないとか、例えば食べ物とかですね、一人で食べきれないものがあって余るものがあったら、もう周りの人に分かち合ったりお裾分けしちゃったりしようよ。それが、人間関係の潤滑油ですよっていうことを、教えてくれてると思うんですよね。で、これはおじいちゃんおばあちゃん世代、我々にとってのおじいちゃんおばあちゃん世代とかですね、当たり前にやってたことは、知ってる方は知ってると思うんですけれども、ご近所さんに作りすぎた料理をお裾分けしたりとか分かち合ったりとかっていうのは、昔私の記憶ではよくあったと思うんですよ。自分ができることでいいんですね。これ犠牲心を感じながらやるとですね、親切、逆に親切じゃなくなっちゃいますので、犠牲心が感じずに、できたら自分が喜んで、やってあげられることで親切、身を使って親切にしてあげるっていうことをですね、ぜひですね、やってみてください。今日一つだけでもいいですので、身近な人にぜひ、親切にする行動を何かしてみる。これ感謝される、されないに関係なく、一つやるっていうだけでもですね、人生変わったりとか、人間関係変わったりとか、もしくはビジネスの結果が変わってきたりとかすることがありますので、ぜひやってみてください。ちょっと狙ってやろうっていう、その欲の気持ちでやっちゃっていいのかなって思っちゃう気持ちもあるかもしれないんですけど、それは仕方ないです。ちょっと見返りを期待しちゃってやっちゃっていいのかなっていう気持ちもあるかもしれないんですけど、そんな気持ちも OK を出してですね、ぜひ行動に出してみてください。はい、最後までご覧くださりありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。